久々の遊び飯。6ヶ月で、半年で、まあ、いろんなのが。ビールも先輩じゃん。まあ、いつも複雑な思いもあるじゃん。まだちょっとやっぱ、昔とプランニングだし。YouTube でライブやったの。俺、お母さんのパジャマに行ったの。行ってないですよ。パスパーの仕事、上げてなくて、ちょっと行くやばいやつやってた。利益みたいなの見たの。久々の遊び飯、はい、岡崎遠いわ岡崎は悪いって言ってるよ。岡崎は遠かったな。今日は久々にショーと、もうお前の責任者って、6ヶ月ぐらい半年で、まあいろんなのが少しずつ、まあ目が出ていたのか、はい、まあ、どうかも含めて、はい、ちょっと昼飯久々に食いながら、なんかいつも見ようじゃん。そうっすね。なんだかんだし、夜会議とかでも、まあ会議一緒だし、家は同じだけど、私も待っとくわ。そうですね。絶対残業しないけど、お前が来る時だけ残業したいな。はい。まあ、6ヶ月、何取り組みじゃん。やっぱりは数字は数字ってやっぱ言われるじゃないですか、うんうん。とりあえず、個々の職長には、うん、もう最低の数。うん、で終わらせてくれって言うと、最低の価値っていうのは最低の人間さ、人格がかかって、やっぱ人格がかかってお金が持ってるってのがあったんで、うん、徹底的にやってきたのと、うん、まあ、それ実際に変わってきたんですか、数字は。まあ、変わってきてると思います。ほんと、まあ、じゃあ今まで4人5人言ったやつを4人でいけみたいな。何人いるとか聞くんですけど、うん、減らせんって聞くと、あ、じゃあ一人減らしますとか、うん、それで、その段取りが悪くなって工程が遅れとるとかね。それはないですよ。普段段取りで工程が崩れることないんですけど、やっぱ元請さん段取りミスとかは、もともとの借りたい予定日を縮めたいとか言ってきたりとか、うんうん、縮めたいにもかかわらず、あっちもバラしてほしいとか、うんうんうん、でそんな無理でしょって話なんですけど、現場のケツだよな、しばらくケツもやってるんで、あ、すごいやれてないもんね、とか同時進行でやってほしいっていうのは無理じゃないですか。そう、まあそうだな。で、まあそれでコースが減ってきてますと、お金はね、なんか出してきて、まああとは、結構前に YouTube でちょっと物損が多いっていう話だった。うん、うん、先月がゼロで、おお、ゼロもすごいな。ゼロすごいです。先月が2万5000ぐらいです。1個あるよな。それでかいですよ。毎日何件もやって、それは。こんな物騒なんで、一般の人が見たら、僕壊してんの、そんなにと思うけど。まあまあ、芝の組で、こちらは特に大工工場を全部やるので、カーポートの外し、カーポートで車の駐車場の屋根あるじゃん。はい。あれとフェンスとかさ、普通ってだって大工入れるの、はい、で大工入れると解体と足元バラした時に復旧があるもん、ね、そ経費かかっちゃうやん。だったら自分たちでやろうぜみたいな感じで最初めっちゃ反対されたけど、マジでとか言ってそれを自分たちでやってもでかいよな、足場が、はい、そういうのの壊しも含めてだろ、はい、がゼロ。先月で多分500件ぐらい現場と200ぐらい、それの中でゼロだって。え、月250万円ねえな。いや、確かです。月450万円。あれ、そんなあるわけねえよ。これ、多分、売り上げはどうなの？上がっとんの？徐々に。あ？徐々に上がってんの？はい。仕事増えてどうなの？仕事はちょうど。どうやって増やしょう？でも最近多いのが、やっぱ、うん、会社に連絡が多いっすね。やっぱり。なんで YouTube 見たの？いや、お前が知っとった。足場依頼だけ、塗装なしの足場依頼だけやってください。マジで？それが YouTube 見て、そうっす、なんか来てくれるんだ。そうっす。で、それが多分先月新規で4件ぐらいだったんで。あ、マジ？あ、それいいな。だからぜひ募集はしてるんで。お前何、それ戸建てとかちっちゃい10万15万でしょ。でも、あ、そうです。で、対応しようんだ。はい。1個頼んだからリピートもしてきたもん。リピートもしようんだ。リピートも、そうか、まあでも調子いい、まあいいってことじゃないけど、うん、まあ今俺も、まあ、YouTube でも賛否両論あったんだけど、結局リュウジも先輩じゃん。じゃあなんでいちいち2人で一生懸命やってるやつを1人体制にするんだって、本当に1人体制にして半年だろ、はい、やっぱリュウジは別にいいよって俺は賞があって、職長やってるんだったらやらせやったりは
っぱりいつも複雑な思いもあるじゃん。ね、トシ君とか年上も多いしな、はい、そういう複雑な環境の中でお前一人責任者にして、そこはもうしっかりしてもう忘れるぞって、はい、相当追い込みかけたんですけど、まあ、そんなにやっぱ結果にできて、まあ、よかったんじゃない。で今後何どうしていきたいとか、結局行ったら金なんだよ。ん金なんだよ。もう早くなった政治系やな。そうだね、お前じゃあ次はそうそう、なんかあれもそうなんだけど、 YouTube でなんかライブやったの。やりましたよ。なんか俺パーティーの竹のこと言ってた。全然言ってないですよ。殺すぞとか言ったの。しかずぞとか、それ多分見とると思うんですけど、視聴者見直しました。見直した。僕見直しました、うん、あれ変なコメントずっと言ってくるんですよ、うん、ブロックしてもサブアカできたもんな。そうそう、うん、最初は何も言っとらんかったんですけど、うん、ブロックしてもなんか来るもんで、多分リュウジ君が殺すぞみたいなこと言ったんですよ。うん、で多分それであの会社に電話かなんか入った。それ入れた人はなんかそんな怒ってじゃないんだよ、なんかいい視聴者で、そうですね、なんかそうしますよみたいな感じ。そうです、そうです、はい。なんかアンチが入れるってやつじゃないんだよ。アンチではないです。ちゃんと好きな人がちょっと言っとったので、うん、確かにあれはね、あの悪くないと思うんだけど言い過ぎだよねみたいな、損するよって。でちゃんと見とる人が、うん、いい気がしますね。はい、あ、焼肉うまいにした。はい、うまそうや。はい、ありがとうございます。今日は岡崎、岡崎三昌さん、三昌さん使ってるけど、はい、後で確認します。はい、やられたらこれモザイク。はい、いいよ、食べよう。これ1000円なんだ。おみ、うち YouTube やってますけど、これお店動画撮っていいですか。いただきます。いただきます。いただきます。なんて、え、何酔っぱらった。いや全然酔っぱらってない。いやでも気持ちよさそうだ。気持ちよさそうですよ。みんな見てないの。トシ君のイメージって言ったんだ。昔、僕トシ君とライブ中に喧嘩するじゃないですか。トシ君とえ、でもそれ動画にやっとるってさ、その本当だいぶ昔っすね。で、そのメンバーでやろうかって、うん、思いつきがついてやったんですけど、うんうん、全然人混かったなんだ、ほとんどそういうことないよ、足場の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 上げてなくて、ぶっちゃけいくらぐらいやったと思う。わかんないです。でも利益みたいなの見たのが1万2000円くらいでした。いくらです。それからさ、まあ上げてないですからね。はい、うん、いやいや、すげえって感じでさ、すげえ。でもそんな感じじゃん。なんか冗談的に、そんなガチじゃなくて冗談的に。でも初めの頃はほんまに楽しい動画っていうか、ほんまにコミュニケーション取れてた動画なんですけど、その1ユーザーがちょっとあまりにもしつこかったのと口が悪かったっていうか、まず初めは何も言わずにブロックしてたんですよ。でも違うアカウントで同じ名前で来るんで、ちょっとしつこかったんで、初めはでもファンみたいで働かせてくださいとかそういうコメントだったんですけど、ちょっと対応が変わってきましたね。最初はコメントでなんか助けてくださいよ、働かせてくださいよの、まあいい視聴者さんだったのかな初めは、うんうん、でもちょっと本性出てきたっていうか思うようにいかんかったから、うん、まあふざけの気になる。そうですよ。個人の能力はまだちょっとやっぱ竹に生かすと不安にもなるし、竹に生かすとどういうところ、なんですかね、ちょっと段取りがあるんですよね。結構前にバーベキューやったんですけど、うん、その時のお店の人が結構だけ怒られた人で、はい、みんなさ、みんなさ、ええな、ちょっと落ち込んだったんですよ。でもそれっていいことじゃないですか。あ、落ち込むことじゃないんで、うんうん、まあ、フォローがしたんですけど、うん、全員が同じレベルぐらいにはなりたいなって思ってた。なんか左のお前がこっちにはこうなってほしいとか、もうちょっと男が大事になるともっと伸びてくるんだ。なんか仕事でも何もそうしない、はい、なんか良くないなと思ってほしいって貸してもらってたんだけど、はい、まあ数字だったらいろんなもん見て、
あ、ここを直せばね、いい風になるのかっていうのが見つかったら、結構直すのが簡単な。一人一人のここを上げてあげようっていう。決まっとると。やばい。いや、そう。いや、大丈夫。どうぞ。両方残して。ちょうどいいです。落ち着いてます。お前もそういうバカなとこ直せばいいね。それってあるよな。はい。で、タレントで言ったら、配信はちゃんとしとるから、こういうこともちょっと喋った方がいいんじゃないのか。喋れてるけど、配信が少ないから、配信を増やしてくれとか。はい。具体的にやっぱ課題を見つけたのと言います。うん。うん。すごい思ったことないですけど、うん、はい、さっき唐揚げ食いすぎじゃないですか。なんで？だってご飯一回も食べてないですよ。職人飯だね、これ。計算通り大表コーナー一気にライスが差してくるからガサーッと振りかけたのこっちに振りかけもあるもんね。そんな目つけようと。それが職人だろうな。何で三角食いだって直進部屋だよ。だから酒飲むし喋っておいても飲んどる感じになるけど、うまいな。まあじゃあ豚半分ぐらいか。はい、職人飯やろうか。じゃあ3ヶ月後ぐらい。はい、じゃあ本日は岡崎の三章さん、美味しかったな。はい、食べてみた。いや、美味しかったです。でもまとうよな、今後ね、足場の成長が期待できそうな感じなので、また3ヶ月後ぐらいから発信できるといいなと思います。はい、せーの、はい、